はい、どうもしのちゃんです。厳選層を今日もねやっていきますということで、まあね、やっぱね厳選層のね動画の頻度をねやっぱり多くしようかなっていうとこっすね。まあ、一番好きなのもあるんですけど、まあ、いろんなゲームやってるんですが、まあ、ありがたいことにね厳選層の動画を上げると、まあ、ちょっとね多少なりとも登録者さんがね増えてくれるんですが、他のゲームのさ動画、別に他のゲームが悪いと言ってるわけじゃないんですけど他のゲームの動画を上げると増えた分がまるまる減っていくっていうね現象がねこの数ヶ月間ずっと続いていたので、うん、ちょっとねやっぱ動画ね厳選層を優先で、ね、やっていこうかなっていうところです。しばらくはね、うん、まあネタがあればですけどね。でもねちゃんとねとあるイフだって、他のゲームだってねちゃんと毎日やってるんでそれはねちゃんと頑張ってやってます。うん、で、まあ、今ねお知らせ来たので、ちょっと見てたんですが、ね、やっぱりねハロウィン来流は、31日までね気まぐれ屋ショップかけらね、あるらしいので、まあまあ貫突は余裕ですね。うん、余裕です。で、まあ、あとは、まあ、ビジョンカード。うん。まあ、ビジョンカードが来ますよっていうところだけかな。うん。どこですかね。そうそうそう。だよね。気まぐれが確定ね。まあ、あとね、ログインボーナスがなんか2500に戻ったらしいですけど、2000個から2500に戻ったらしいですけど、まあ、増える分にはね、全然嬉しいんで、ありがとうございますっていうとこですかね。うん。まあ、個人的にはね、体力回復薬、まあ、正直ね、原動石もすごい嬉しいですけど、体力回復薬を毎日配ってくれた方が嬉しいです。まあもちろん両方くれればなおさらいいですけどね。うん、体力がないとね、何もできないんで。うん、で先ほどね、気まぐれ屋ショップ出してきたんで、ちょっと見ていきましょうということで、ただね、この気まぐれ屋ショップ出たら動画撮ろうと思ってたんですけど、なんかね、1時間半くらいかかったな。早く帰りたいのに、1時間半くらい、なんか無駄に、なんか職場にいました。うん、まあね、今日はね、まあ、気まぐれ屋ショップ、今日これで5回目かな。4回出したんですけど、1回寝落ち、2回目が普通に、2回目というか、2回目が、うっかり忘れ。あ、やべえ、周回してたの忘れてた、みたいな。時すでに遅し、みたいな感じでしたね。だから4回出たけど、まだ2回しかね、遭遇してないようなもんです。今日、これがね、今日3回目の、ちゃんと見てる気まぐれ屋ショップ行きます。ああ、やっぱりね。いや、今のところね、確定枠しか出てきてないですね、気まぐれ屋ショップ。気まぐれ屋ショップに関しては、確定枠でしか今のところ、出てくれていません。いや、確定枠なかったらどうなってたんだっていうね感じですけどね。ただね、まあこれからね期間限定キャラもね一応弊社で取れるので、まあ貫突できなくてもさ、仮にね数十枚かけら足りなくても、まあなんていうの、まあ気が楽ですよね。うん、だからショップの更新もね、今10限度、まあ基本的に前からなんですけど、10限度席しか基本的にはしないですけど、ショップの更新ね、うん、クリスマスラマダの時に地獄を見てからね、もうショップの更新はもうやめようって誓ったんで、250とかやるのはね、うん。は、で、ショップも、今日も1回しか出てきてないですね。ショップ4回更新あって、1回だけっすね、雷流。うん。ただその1回は10枚でしたけど、うん。まあでも相変わらずキルフェ祭りっすね。これ多分ね、裏設定で多分ね、キルフェ8、ゾンリュウ2くらいの多分設定にされてると思うんですけど、そこら辺はさ、やっぱ公平にしてほしいよね。うん。そんなことするくらいだったらさ、このピックアップショップなんてもうやらないでください。うん。もうゾンリュウだけにしといてください。ショップのアイテムはまあ後で買うとして、まあ、つっても気まぐれ屋ショップが31日まであるんで、まあまあまあ余裕っすね。余裕で貫突はいけるな。うん、さあ、今日はね、昨日ね、
SSR 以上確定ガチャで、見事ね11枚チケット使って、まさかの UR4 体引きですね。であのあとメーターとかいろいろ見たらね、まだもう一周いけたんで、あのもう一周やっていきましょうということですね。まあ雷竜貫突は余裕だな、気が楽だぜ。うん、今日は10枚あるんで、まあ一周多分いけるよね。10枚 UR 連発しなければいけると思います。とりあえず今日はね、あの1枚のチケットは買ってないです。残りの5枚2個分だけあったんで、うん、それだけで10枚分買っておきました。さあ、今日もねガチャやっていきましょう。まあ推しキャラだけど、連日オルドアだけはやめてくださいって感じで。さあこれユニットだったら熱い。ああ違うね。うん、そりゃそうだよね。さあ誰だ。うん、もうシュゼルト。まあでも全然いいよ。 SSR に関してはあのソウルメダルになってくれたらね、あのなんていうの、虹の思いのかけらみたいなやつと交換できるんで全然いいです。ただまあ貫突キャラが増えてくれば増えてくるほどちょっと育成が追いつかないですね。ただでさえ UR ですら追いついてないのに、あの SSR まで手が回らないです。あの要はさ、いろんな素材を別々で周回しなきゃいけないんで、あの武具だったら武具の素材ね、を周回しなきゃいけない。しかもその素材の中でも入手できる場所バラバラだし、ユニットの素材もあのね、ユニットの素材もなんかバラバラだし、入手できるところがね、せめてさ、なんか同時に入手させてくださいもう大変なんで。レア度のあれでも分かれてるしさ、せめてなんか種類だと、マリアル嬉しい。せめて種類は合わせてほしいな。うん、あの上位ランクから低ランクまで一応ね全部手に入手できるようにしてほしいですね。うん、低ランクのアイテムを取るだけのためにね周回するのがね超なんかだるいです。まあそれももちろんね要望出してるんでまあ別にいいんですよ、体力たくさんくれれば。うん、体力さえたくさんくれればまあ許してあげますけど、本当ね体力一切ないときはね、もう本当に一日何もすることないんで、一瞬で体力尽きちゃうんで、あの毎日のあのね、あのなんていうの、デイリークエストっていうの、うん、お、あデイリークエストとハードクエストを回るだけで終わっちゃうんでね、体力ないと。お、今スキップしちゃった。おー、嬉しい。演出見れた。ただ歩いてくる演出見れなかったな。これで再び SSR のキャラクターは、コンプです。この前ね、あのリバイアルが出たんで、これで再び SSR、あ、コンプっつってもそういえばね、あの、アグリアスの時かな。そういえばね、あのムスタディは出てこなかったんですよね。ムスタディを持ってないです、そういえば。さすがにムスタディをやるためにね、そんなガチャ回したくなかったんで。うん、ディリータもアグリアスも、ディリータが確かすんなり引けて、アグリアスが多少苦戦したんですけど。さあ、これあるね。これワンチャンある。ないか。ねえ、ガフガリオンが配布だったんだからさ、ムスタディオンも配布でいいじゃんね。そこら辺が鬼畜戦だよな。さあ行きます。はい、今回はさすがに UR フィーバーはないかな。あと 10%、 あと 10%。おお、ユニットだったら熱い。はい、アイテム。まあ、これが普通だよね。昨日がちょっと異常すぎたわ。
おお、チェルいいよね。さあ、メーターたまりました。本日の、UR お迎えに行きたいと思います。行きます。ギルガメッシュ一択でお願いします。もうイルディラもいりません。イルディラももうあと明日で貫突なんで、貫突じゃなくて4突なんで。おー、一発目いきます。お願いします。おー、きたーん。まあよかったよかった、オールドアじゃなかっただけで全然いいわ、うん、3日間続けてちょっとオールドアはねちょっと嫌だったんで、キトーンがこれで何気に、おマジかマジか、キトーンも4突来ちゃいましたね。いやー、キトンまで4突来ちゃったか。したらキトンも育てなきゃいけなくなっちゃったな。いや、ちょっと成功の言及がないな。最近ちょっとあの4突なっちゃうキャラが異常に増えてきて、一応4突なったキャラは一応成功の言及を、いや、覚醒をね6にするんですけど、好き嫌いに関わらずね、うん。ただね、いやー、うん、ただ昨日ね、ミランダあげちゃったんですよね。なんかたくさんもらえたんで、成功の言及と、あの虹の思いのかけら、たくさんもらえたんで、なんかもう、よし、じゃあミランダか、あの、水属性全然キャラいないんで、ミランダ覚醒してあげようと思って、覚醒しちゃいました。いやー、やっぱ取っとくべきだな。うん。いや、これでキトンも4突になっちゃったんで、いやー、キトンも上げていかなきゃダメっすね。成功の言及が6個足んないっすね。うん。なるほどね。まあ、キトンも強いよね。うん。まあ、イラストもちろん、何歳なんだろうな。なんかすげえなんか、頭身が6頭身くらいしかない感じしますけどね。ただあんまりね 3D のグラフィックはね、あんまこういう幼女系みたいなあんま好きじゃないんで。ただね、何気にやっぱ鬼頭もねすごく強くて、うん、全然ありなんですよね。うん、この前なんかねクラスマッチで、最近ちょっとさすがにねクラスマッチ、あの、まあ、時間ないときはオートでやりますけど、なんか手動の人とやるとなんかほぼ 100% 負けるんで、ちょっとね、時間あるときは手動でやるようにしてるんですけど、今さすがにね、ムカつくからね。うん。てか、まあ、あれは石がもらえるからさ。ただこの前なんかね、そのキトン、なんか忍者パーティーみたいな、人に当たって、キトンかな、なんかねすげえ鬱陶しかったんですよね。なんか圧倒的に負けたんですよ。まあもちろん回避で避けられる、なんかデバフもすげえ入れられるみたいな、シャドウリンクスだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあいいや、まあ、とりあえずね、まあ育てなきゃいけないキャラが多すぎてちょっともう追いつかないですけど、うん、困ったもんだね。いやー、だいぶ増えてきたね。いやー、だいぶ増えてきたな。もう、イルディラももう明日には多分4突なんで、あ、明後日か。明日には4突できる。強化リセット入れてるんで。うん、明日にはもう4突でしょ。あ、そう、ビニラもね、覚醒入れちゃ、好きなんで、あ、ビクトラも好きなので、覚醒6入れちゃったんですよね。ビクトラはね、個人的にイラスト、うん、ベスト5に入るかな。まあ、なかなか、ベスト5前後には入るな。もうイラスト完璧です。ビクトラに関しては、
3D のグラフィックも完璧なんで、マジ完璧。総合点という意味では結構高いです。ビクトラ。3D のグラフィックデザイン、2D のイラスト、合わせての総合点はね、オルダーより高いんじゃないかな。オルダーはね、イラスト 100% 100点なんですけどね。いかんせん、この 3D のグラフィックがなんかね、平べったくて。なんつうんだろう。なんか平べったいんだよな。なんかあんまバランスがね、好きじゃないですよね。まあ多分ね、ユニットのね、着せ替え機能も来ると思うんで、ユニットの着せ替え機能もね、ちょっと今まで要望に出してなかったっすけど、まあ、ちょっと要望に入れていこうかな。どちらかしたらこの水着リリッシュとかも、ね、3D のグラフィック悪くないですけど、ただ水着とかあんまり興味ないんで、だったらこのね、やっぱりさ、この水着リリッシュはさ、このやっぱりさ、このね、リリース開始前のツイッターでもコメントしましたけど、水着リリッシュ完成度高っつって、めちゃくちゃ完成度高いんで、これにね、水着リリッシュ着せ替えられたらいいなと思ってて、いいっすよね。ちゃんと剣もね、変えてるんで。いいよね、この着せ替え機能来たらね、結構熱いと。武器以外に着せ替え機能来たら熱いっすけど、そうなると、着せ替え機能来ちゃったらね、ハロウィン、ハロルリラね、うわぁ、貫突したけどよかったってなっちゃうんですよね。ハロルリラね、イラストも 3D のグラフィックも好みじゃないんですけど、ただ 2D のイラストがさ、めちゃくちゃ、2D と 3D の S だっけ、ハロルリラ。何属性だ、ハルちゃん。いたいたいた、闇属性なんだね。このハルルリラにこの、3D のねグラフィックに、着せ替えできるんだとしたら使いたいんですよね。まあ、ただ 3D はさすがにないかな、着せ替え機能。装備がおかしくなっちゃうもんね。まあ、剣で魔法のモーションとかもできるようになるんだとすれば別にいいと思うんですけどね。いや、いけるでしょ。全然いけるでしょ。別に剣持ってて、全然いけるよ。普通に、普通にいけるよ。だって普通に白魔導士とか持ってるもんね。余裕でいけるんで、多分、着せ替え機能多分来るんで、そうなった時に、ね、ハルルリラ貫突してればよかったなってなるんですよね。ハルルリラの性能で、この 3D のグラフィックデザインで使えるなら、マジで貫突してたんで、ね、3D のこのデザインでさ、ハルルリラの性能を使えたら、100% 今回貫突してましたね。いや、完成度高いな。いや、結構本当にゲーム戦争好きです。いいよね。いや、また無駄話をしてしまいました。そんな感じで一応ね、キトンが4凸になったので、全然ね、全然ありな結果なんじゃないかなと思います。これで土属性も一応4体貫凸っすね。いや、貫凸じゃなくて、4凸以上になってるんで、マルチって4人だっけ？マルチ、レイドバトルとかでも土属性パーティーとかがね、組めるようになりつつあるので、ね、だんだんね、結構本当に、かなりね、まあ、リリース1年くらい経って、だいぶね、メンバーが強化されてきたなと。火属性はちょっと弱いですけど、火属性と水属性も何気にあるか。水属性も何気にあれだな。SSR 入れるんだとすれば、まあ、それなりに戦力はあるか。闇がね、闇と氷がなんか異常に多いんですよね。戦力。雷もね、いいよね。フェデリカと、リビアル、リビアルじゃなくてなんだっけ、ニブル。土属性が強いな。土属性強いわ。
風がちょっと弱いな、うん、風と火と水だな、弱いの。光も結構ね強いですからね。そうでもないか、うん、やっぱ飛び抜けてるのは闇と土と氷だな、うん、まあいいや、そんな感じで、やっぱね、やっぱ日々コツコツリリース開始からコツ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 やってますが、だいぶね、パーティーが強化されてきてるので、まあだいぶね、まあ、PVP はそんなに興味ないですけど、あのレイドバトルとか、ね、高難度ミッションとか、何属性縛りのね、そういうミッションとか出た時に、まあだんだんね、多分今まで超も大変でしたけど、比較的ねフロートとかでもいけるようになるんじゃないかなっていう気がします。そろそろね、うん、そんな感じで、どうもありがとうございました。